はい、今日はアウトドアショップのアポリト広島に来ています。ご案内いただくのは店長の山本さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず一つ目はドーム型と言われるもので、2つのポールをクロスさせて立ち上げるテントになるので、まあ、設営も簡単なので初心者の方にもおすすめのテントとなっています。2つ目はワンポールテントになります。これは一つのポールでテントを立ち上げるものになるんですけど、アメリカの先住民が使われてたティピー型のテントが発祥と言われてるんですけど、こちらも設営が簡単で、あまり見かけることもないので、他の人とちょっと違ったテントがいいって言われる方には人気のテントになってます。こちらはツールーム型のテントと言われるもので、リビングと寝室が一体型になっているテントになっています。じゃあこちら中入っていきます。でまず最初にこちらが、ツールームの中のリビングという形になるんですけど、広い空間になっているんですけど、テーブルや椅子を置いてもらって、家族でこうご飯を食べたりくつろいだりする場所になっています。次はこちら寝室の説明になるんですけど、こちらは、テントに、吊り下げてインナーの部屋になるんですけど、中は一般的なツールームのサイズでいうと、3メートルの2メーター20ぐらいの奥行きがありますので、ご家族であれば5人ぐらいがゆったり寝る広さになってます。はい、じゃあテントの次に大事なのが、明かり、ランタンになります。はい、こちらは充電式の LED ランタンになるんですけど、つけるとこういう感じでちょっと雰囲気の出るランタンになっています。モバイルバッテリーなので充電しながらも使えるので、充電式は結構便利なランタンになっています。ガスランタンなんですけど、光源となるマントルというものを取り付ける必要がありますので、ちょっとこれの取り付け方を説明していきたいと思います。じゃあまずカバーとホヤを外していきます。このくぼみの部分にマントルを取り付けていきます。で針金がついているので、針金をくるっと回して留めてもらえれば大丈夫です。で下も同じように留めていきます。この状態だとまだ、燃料を出しても光は出ません。で空焼きという作業をやっていきます。ライターでこう数箇所に火をつけてもらうとマントルが燃えていきます。でこう燃えていくとマントルがまっすぐ白くなっていきます。この中心部分がこう白くなれば空焼きは終わりです。ここまでできたらカバーをかぶせます。はい、じゃあつけていきます。